四つ女神続きからやっていきたいと思います。前回に続いてねプレイしていくので精神力が一気にガッと減ってるバラでは早速ゲームをやっていきたいと思います。よし、次はこの四つ女神、一気に精神力を30消費するらしいんですけど、うん、エンディングなんかね初見でやっときながら今まで全部回収できてるけど、今回はどうなんでしょうね、どうなんでしょうね、わらっていうわけで今回はこのアプリ名でもある四つ女神というパートやっていきたいと思います。レッツプレイスタート。どうなんのかな、うーん、わかんないな。まあね、あのお母さんを助けるっていうところからスタートだね。うん、改めて私たちは本殿の扉の前に立った。扉は固く閉ざされており、押しても引いてもガチャガチャと音が鳴るだけだ。扉には錠前がついていた。本殿の鍵のありかは誰も知らないんだ。中へ入りたかったら鍵を探すしかない。あー、もういきなり鍵探すんだ。え、で、しおちゃんに話しかけられる。あー、かわいいな、しおちゃん。じゃあ、お話聞いていきます。まず、お母さんから。ねえ、しおちゃん。お母さんって、え？お母さん、この奥にいるの。ねえ、まいお姉ちゃん、お母さん、まだ、苦しいって言ってるの。助けてあげられるよね。うん、助けたい。私もそう思ってるよ。ねえ、シロちゃんのお母さんは神様なの？お母さん、四つ女神って言われてるよ。四つ女神、え、なになになに、神、そうなんだ。やっぱり、そうなんだ。お母さん、ここから出てこないの。ここでずっと苦しんでるの？ずっとじゃないよ。あ、ずっとじゃないんだ。ヒガンバナって何？どういうこと？ヒガンバナ？私がキョトンとして聞くと、シロちゃんは言った。ヒガンバナが咲く頃になると、お母さん、苦しい、悲しいって言うの。だから、嫌い。赤い花、私嫌い。ヒガンバナ、秋分の日、お彼岸。何か意味があるのだろうか。え、なんか思い出すのかな？どういう意味なんだろう？今はクロちゃんと一緒じゃないんだね。はい、クロは私がここにいるのダメだと思ってるの。え、じゃあどっか行かなきゃダメじゃん。でも今は私がここにいたいってお願いしたの。どうしてタガタさんもイミゴもクロちゃんもここには近寄りたくないのかな？そうじゃないよ、タガタお兄ちゃんもイミゴお兄ちゃんもお母さんのこと大好きなんだよ。でもみんなここには近づくなって。毎年この時期はそうなの。お母さんが悪いわけじゃないんだよ。そうなんだ。あ、ごめんね、お母さんのこと悪く言われたら嫌だよね。ううん、まいお姉ちゃんはお母さんのこと知らないから仕方がないの。でもね、お母さんはあったかくて優しくていつも私たちのことを見守ってくれてるの。お願い、お母さんのこと嫌いにならないで。シロちゃんがうるうると目に涙をためていった。うん、四つ女神様が悪い神様だなんて思ってないよ。助けてあげようね、絶対。マヨネーちゃん、うん、かわいい。シロちゃん、扉の奥。ねえ、この扉の奥には何があるの？え、シロちゃん入ったことないからわかんないよね。お部屋、ただのお部屋があるよ。入ったことあるの？え、あるんだ。本殿なんでしょ？ご神体があったりしないの？ご神体？お母さんがいるよ。いまいちはっきりしないな。別に大層なものはないよ。仏教じゃあるまいし。そうなの？神道は一応神社という括りで、鳥居や拝殿や本壺鈴や
狂犬などがあるのは当たり前だけど、元は日本各地にそれぞれ根付いた信仰の集合体だから、本殿とはいえ仏教の仏像のようにはっきりとした御神体があるわけじゃない。そうなんだ。規模がでかいと山そのものがこの神社の御神体ですよってなるからな。山そのものを本殿に置いておけるわけないだろう。ああ、なるほど。だから本殿には鏡あったりしころだったり木だったりが部屋の中にポツンとあるだけだったりするんだ。もちろん神の像が置かれている場合もあるだろうけどな。へー、そうなんだ。じゃあシロちゃん切ろっか。どんだけ切りたいの。ねえシロちゃん、これなんだけど。なになに、くれるの。違うの、切り裂くの。あ、いや、ごめんなさい、そうじゃなくて。お姉ちゃん、無駄に人に期待させるのは罪なの。ひどいの。あれ、私が悪い感じ。いい加減学習しろよ。という、ダメか。これなんだろうね。あ、これ調べられるようになってる。本殿の前に像がある。この像、何？昔からあるんだ。詳しくは知らない。もう片方の像と鏡合わせみたいだね。狛犬みたい。似たようなもんじゃないか。イミコは興味なさそうに返事をした。こちらに近寄ってこないのを見るにあまりここにはいたくないようだ。そうなんだ。ここまた開かないもんね。この扉の奥に声の主が。他ダメ。あ、なんか手に入れた。なんだこれ。木の板だ。何かの形が彫られている。なんだろうね。鳥居と掛け軸と、掛け軸じゃない、あの絵馬と、この真ん中なんだろう。ん、これなんだろう。ん、何を拾ったんだ。絵馬じゃないよねこれ。木の板拾ったの。また変なもの拾って。ペットみたいに言わないでよ。これも同じ話。この像は本殿を守ってるの。さあ、強そうには見えないな。これが四つ女神様なの。さあ、違うんじゃないか。イミゴは興味なさそうに返事をした。こちらに近寄ってこないのを見るにあまりここにはいたくないようだ。いたくないか。そっか、わかった。わかりました。じゃあ、おー、またいろいろ見に行ける。拝殿内、田形さんとかいるのかな。あ、クロちゃんがいる。クロちゃんに話聞いてみよう。お母さん。ねえ、クロちゃん。お母さんって。ん？俺たちのお母さんは神様だよ。クロちゃんとシロちゃんは兄弟じゃないのに、お母さんは一緒って、そういうことだったんだね。お母さんは、みんなのお母さんなんだ。俺も、シロも、イミゴも。イミゴ兄ちゃんって言わないの。四つ村にいるじいさんばあさんから赤ちゃんまで全員のお母さんなんだ。神様だから？うん。お母さんはみんなに優しいよ。でもあいつらは。あいつら？さあ？なんでもない。俺の勘違いかもしれないし。そっか。クロちゃんは一体何を言いかけたんだろう。なんだろうね。シロ、今はシロちゃんと一緒じゃないんだね。うん、シロは本殿前にいるよ。言い出したら聞かないんだ。一緒にいなくていいの。うん、俺はどうしたってシロみたくに聞くことができないからな。それってお母さんの声。うん、シロはよく聞こえるんだ。だから俺やイミゴよりもお母さんの近くにいようとする。あの声をシロちゃんは一人で。絶望と苦しみと悲しみをすべて合わせたあの声をシロちゃんは一人で聞いていたのかな。俺よりきっとマイ姉ちゃんが一緒にいてくれた方がシロにとって嬉しいよ。え？だって聞こえるんだろ、お母さんの声。俺も少しは聞こえるけど、シロやマイ姉ちゃんほどじゃないから。そう言ってクロちゃんはうつむいてしまった。あらら。確かに私は
声が聞こえるかもしれないけど、でも、クロちゃん、違うよ。え、何が？シロちゃんは、クロちゃんと一緒にいたいって、思ってると思うよ。確かに境遇が一緒の人は、同じ気持ちを分かち合えるかもしれないけど、一緒に遊んで、喧嘩して、支え合ってきた二人は、それよりもっと強い絆で結ばれてるんだから。マイ姉ちゃん。うん。後でシロのところに行くよ。うん。へえ、たまにはいいこと言うんだな。たまにはって。強い絆か。どうしたの？いや、血と年月だったらどっちが強いかなって思ってさ。本当にどうしたの？急に。本当ね。なんでもない。特に他調べるところないもいね。ないもいね。お、なんか出てきた。私の名前が書かれている片白。ああね。あ、私の片白。そういえば、ここに置いたままだったな。もう片白を使った志願帰りはできないから意味はないけど。うん。でも、持っておこうと思って。身代わりくらいにはなるかもな。おー、やった。なんか拾えた。嬉しい。でね、あとこれ。これってここに当てはめられないかな。ほら、来たー。あ、ぴったりはまった。あ、それだけ？あ、これでまた動かせられるんだ。あー、なるほど。さあ、これはまた私わかんねえぞ、探さないと。じゃあ、ここでの話は終わりだな。次、拝殿前。お、高田さんがいる。また聞けるかな？お、いっぱいある。じゃあ、一つずつ聞いてこう。高田さんも、本殿の鍵の場所を知らないんですよね。私がそう聞くと、高田さんは困ったように眉を下げた。ごめんね。知らないんだ。本殿に入ったことはあるんですか？入ったことは…そこで一度言葉を切る。ためらうように唇を少し動かした後、言った。あるよ。連れて来られた時に、だけど。連れて来られた？うん。でもその一回だけだ。それ以降は入ったことはないよ。イミゴも？俺も、多分そうだ。多分って何？あんまり覚えてないんだ。おい、そんなことより鍵を見つけるんだろう。あ、うん。次、四つ女神。高田さん、四つ女神ってどんな神様なんですか？ん？どうしたの？急に。イミゴが人間にとっていい神様ばかりじゃないって。ああ、そうだな。その質問に答えるのは難しいな。どうしてですか？人の立場や環境によってその神様がいいか悪いかまるっきり変わってしまうから。え？人間の思想に基づいて生まれるのが神様だから僕には答えられないんだ。あ、そうなんだ。本殿について。あの、高田さん。ん？どうしたの？あの、本殿ってその神社の神様ご神体があるところですよね。うん、そうだよ。あそこから声が聞こえてきて、クロちゃんとシロちゃんがお母さんって。うん。ずっと気になっていたことだ。少し大きめに息を吸っていった。四つ女神様って、一体、何なんですか？気になるよね。はい。安産と、子孫繁栄の神様だよ。四つ目神社の由来に書いてあったことだ。でもなんかね、たくさんバラバラ書いてたね。子孫繁栄とか。本当にそうですか？ん？どうして疑うの？質問を質問で返さないでください。高田さんは腕を組んで顎に手を当て感心したように言った。舞ちゃんは意外と賢い子だね。鋭いかな。さすがイミゴと、あ、いや、イミゴが見込んだだけあるな。はぐらかさないでください。ごめんごめん。でも僕には答えられないんだ。四つ女神様の、四つ女神の読めない、だから、書いとこう。
どうしてですか？本当のことを言うのが神様に逆らうことなんですか？本当のことを言うと傷つくんだ。誰が？みんなが。さらっと言う田形さんに私はひるみそうになる。しかしぐっとこらえて言い返した。そんなおかしいじゃないですか。安産と子孫繁栄の神様なんでしょう。それがどうしてみんなを傷つけることになるんですか？そんなにおかしいことじゃないよ。神社のご利益と神の本来の姿が同じとは限らない。例えばそうだな、舞ちゃんはイザナミという神様を知ってる？私は知らない。おお、聞ける。イザナミ？そう、イザナギとイザナミ、日本神話古事記に記されている国産実の親とも呼べる神様だよ。イザナギが男の神で、イザナミが女の神。イザナミは日本の本土である島を生み、続いて風の神や山の神などのあらゆる神様を生み出した。神様が神様を生むの？でも火の神を生んだ時に大やけどを負って病に倒れ、黄昏の国へ行ってしまうんだ。でも別れを悲しんだイザナギがイザナミに会いに黄昏の国へ訪れた。黄昏の国で国の石の扉の前でイザナギはイザナミに一緒に帰ろうと呼びかけた。でもイザナミは帰れないと言ったんだ。なぜならよもつへぐいをしてしまったから。何よもつへぐいって？聞いてくれた。よもつへぐい？そう、イザナミは黄昏の国の食べ物を食べてしまったんだ。だからもう帰れなくなったと言ったんだよ。これをおおせって書いて黄昏で合ってるかな。食べ物？そう、舞ちゃんも気をつけなくちゃいけないんだよ。だから食べちゃダメって言ってたのかな。うっかり黄昏の国の食べ物を食べたら帰れなくなっちゃうからね。は、はい。いかにもやりそうだよな。またそういう風に言う。おなじみの口喧嘩が始まりそうになるのを田形さんが堂々と収めた。そんなわけで、よもつへぐいをしてしまったイザナミは帰れないと言ったけど、イザナギは諦めなかったんだ。頼み込んでようやくイザナミが黄昏の神様に相談してみますから、扉を開けないで待っていてください、絶対に開けないでくださいね、と言った。あ、それ嫌な予感。まあわかるだろう。あ、開けちゃったんですか扉。鶴の恩返しといい、浦島太郎の玉手箱といい、女性に開けるなと言われるものを開けるのが男だな。気持ちはわからなくもないけどね。待てども待てども、イザナミからの返事は返ってこない。しびれを切らしたイザナギは約束を破り、黄昏の扉を開けてしまったんだ。そしてその扉の向こうの光景にイザナギは驚いた。念願であったイザナミとの再会を果たしたんだけれど、イザナミは以前の美しさはどこにも残ってなかった。目は落ちくぼみ、肌は腐り、ウジ虫がそこかしこにはもう這う、見るもおぞましい姿になっていたんだ。うわー、ウジ虫のくだりで思わず想像してしまった。それを見たイザナギはまさに舞ちゃんと同じ反応をした。自分から会いたくて無理やり扉を開けたのに一目散に逃げ出したんだ。うん、それもそれでどうかと思うよ。もちろんそれを黙って見逃す女性じゃないよ。イザナミは約束を破って己の醜い姿を見たイザナギに怒って逃げようとするイザナギを呪いの言葉を吐きながら追いかけたんだ。女の執念。そんな、約束破って逃げ出す男の方が悪いと思うけど。そうだね。まあそれはそれとして、二人はよもつ平坂という。よもつって読むのかな、よもつって読むのかな、よもつからの
帰り道であれやこれやの激しい攻防を繰り広げて、とうとう出口までやってきた。イザナギは大きな岩で塞いで、イザナミはこちらへ来れないようにしたんだ。ひどくないですか？でも相手は殺しにかかってきてるんだろう。自業自得じゃない。どちらに味方するかってのは面白い意見だね。そして岩に阻まれたイザナミは言った。あなたがこんなひどいことをするなら、私は一日にあなたの国の人間を1000人殺します。それを聞いたイザナギはついでイザナミにこう言った。お前が一日に1000人殺すというならば、私は一日に1500の産屋を建てようとね。これがイザナギとイザナミの神話だよ。なるほど、それで子孫が増えていくんですね。なんか神様だから規模がでかくて壮大に感じるけど、やってることは割と普通に夫婦喧嘩だな。人間臭いっていうか。そうだね。それでイザナギやイザナミが祀られている神社を知ってる？知りません。あるんですか？もちろん日本にいくつかあるんだけど、こんな神話があるにもかかわらず、良縁祈願や夫婦円満や安産祈願の神社だったりするんだよ。うわ。そういうわけで、何か外聞が悪い話があったとしても、神社では転じて福の神とされることもあるんだ。いつまで経っても怖い神様ですよと言っていたら、誰も参拝に来てくれなくなっちゃうからね。そう言って田形さんは静かに微笑んだ。へえ、そういうお話だったんだ。というわけでね、長くなっちゃったね。あ、カラスいる。さあ、あ、カラスさん、あれ反応しない。あ、カラス。本当だ。このカラスも迷い込んできちゃったのかな。前のおっちょこちょいと一緒にしてやるなよ。カラスがかわいそうだろ。ひどい、ひどい。おみくじは？あ、これ前と一緒だね。カラス？光るものに目がないからね。ここも特に調べるとこない。ん？神社で拾った。あ、抹茶で拾った破れた紙切れだ。目が描かれている。あ、紙切れだ。毎度よく見つけるな。イミコの目が節穴なんだよ。用心深く探せば見つかるんだから。ほう。何？いや、その用心深さとやらが本当にあれば、神社に迷い込んだりしないのになーと思って。言い返せなかった。他調べるところはないもんね。じゃあまた移動しよう。楼門。ここも、あ、紙切れやっぱある。楼門で拾った破れた紙切れだ。目が描かれている。あ、また紙切れを見つけたよ。こっちも破れてるな。残りの紙切れを探したら何か手がかりになるかな。今までの傾向だとおそらくな。いや、本当に本当にそうだよ。え、じゃあこれさ、合体できんの？あ、できないんだ。よし、じゃあちょっと紙切れをね、一生懸命探していこう。移動上手や。あ、また本当だ、紙切れある。よいしょ。長寿屋で拾った破れた紙切れだ。目が描かれている。あ、また目が描いてあるメモ。これで3枚か。破れた箇所を見るに残りはあと1枚だな。よーし、探すぞ。頑張れよ。ちょ、なんで、イミコも探すの手伝ってよ。いや、どうやら俺の目は節穴らしいから、用心深いらしい前が探すのが一番かと思って。ミミコのやつ根に持ってる。ほんと仲いいなこの二人。サンド？あ、あったね。でもね、確かに多分取り入ったらイミコと話せるから、こっち先に話しましょう。志願帰りね。えイミコ、さっきの志願帰りなんだけど。返事をせずにそっぽを向いている。どうやら怒っているみたい。あの、そのイミゴたちの親切を無駄にしちゃったの、本当に申し訳なかったと思ってるの。ごめんね、イミゴ。
わかってるよ。諦めたように大きくため息をついて、イミゴはこちらに向き直った。舞が帰らなかった理由もわかる。俺たちの親切を無駄にしやがってとか、そんなことは思ってない。でもさっきタガタが言ったように、同調や同情が一番危険なんだ。そう思うこと自体は悪いことじゃない。でもこの場所においては決していいことでもないんだ。この神社には寂しい奴らが多いんだ。そいつらはいつだって優しい心を求めて手間に気してる。すべて受け止めるか、すべて振り払うか、どちらか決めないとダメだ。中途半端な同情はどちらにとってもいい結果をもたらさない。舞はすべてをなかったことにできたのに、声に応えてしまった。だからもう見ないふりはできないぞ。うん。覚悟ができているんならいいんだ。うん。じゃあグズグズしていないで行動しなきゃな。イミゴはさっぱりした様子で言い切った。私はそんなイミゴに静かに問いかけた。ねえイミゴ。ん？なんだよ。イミゴも寂しいの？イミゴは唇をぎゅっと結び、しばらく黙り込んだ。それでも私が辛抱強く答えを待っていると、観念したように弱々しく息を吐いた。寂しくないと言えば嘘になる。でも俺より寂しがってる奴らばっかりだから、そう考える時間がなかったな。なんでだろう、言われるまで気づかなかったよ。あー、そうなんだイミゴ。そっか、寂しかったんだ。あ、じゃあここ最後の1枚拾います。3頭の狛犬のところで拾った破れた紙切れ。うん、これで4枚目だね。並べてみるか。うん。目がいっぱい。わ、光った、まぶしい。え、あれ、彼岸花持ってる、どういうこと？これ見て、目が変わったよ。不思議。ほんとどうなってるんだ。なんか彼岸花持ってるね。どういうことなんだろう。じゃあここで彼岸花一本取るとか。あ、それはダメ。あ、それはダメなの。これって結局まだ謎解けてないよね。これまたはめ込んでもダメ。あ、ダメか。悩むな。ここら辺も、あ、カラスがいる。賽銭箱が置いてある。賽銭箱のところにカラスが。あ、ほんとだ。1、2、3は参拝してるのかな。小銭でも探してるんじゃないか。光り物好きだから。カラスの数がもしかしたらあれに関わってくるとか。今3匹いるって言ったよね。あ、かもしれない。待ってね、エマのところに1匹いるんだよね。これ1匹だけ？だから、あと鳥居のところに、1匹？ほら、やっぱり上にカラスいる。5匹かな？結構大きな鳥居だ。木でできているようで、かなり古いようだ。あ、カラス！本当だ。珍しいな。しかも、5羽も。鳥居にカラスが5羽止まっている。それを見た私は、なんとなく不安になってイミゴに聞いた。カラスって不吉なことの象徴って言わない？カラスが鳴いたら人が死ぬとどこかで聞いたことがある。国語の授業で習った羅生門でも。カラスは不吉な死のシンボルであると、拙少に言われた。死肉を狙って空を飛ぶからだ。見た目真っ黒だし大きいし。そうか。まあカラスって大きいしちょっとビビるけどな。神社じゃカラスは神聖な動物なんだぞ。あ、そうなの？ヤタガラスって聞いたことないか。道案内の神主として神社では広く祀られているんだ。道案内の
だから舞が無事に帰れるように見守ってくれてるかもしれないだろ。プラス思考、イミゴくんプラス思考いいね。何でもかんでも悪い方に受け取るのはやめろ。うん。そう言われるとカラスが怖い生き物だという感覚がなくなっていった。それになんだかんだイミゴはこうして私のことを励ましてくれるし、やっぱり優しいんだ。それにカラスは頭がすごくいいんだ。おっちょこちょいで考えなしな前よりよっぽど切れ者だよ。爪の赤煎じて飲ませてもらえよ。この余計な一言がなければ面白いな。で、そう、確かにあのイミゴくんが言った通りカラスは神聖なもので、この拝殿内にあるこのこれの道にもなっていると思います。これ多分カラスの右側ね、カラスの数を表してて、エマのところには1匹、お賽銭箱のところには3匹、鳥居のところには5匹がいたから、これで開くはず。ほれーほれ、彼岸花入ってた。ひときわ赤くて大きな彼岸花だ。彼岸花？どうしてこんなところに。わからないよ、彼岸花はいっぱい咲いてるのに。大きいな、色も他の彼岸花より赤い気がする。さ、これをね、これをおそらくシロちゃんかわいいね。うん、さすがにね、意地悪しないからね。意地悪はしないよ。さ、どうなる。あー、鍵出てきた。そうなんだ、すごい。鍵だ。石像から出てきた鍵、やっぱりそうだった。あの写真は間違ってなかったんだ。石像から鍵が。本殿の鍵だ。え、四つ目神がいる本殿の鍵だよ。なんでこんなところにあったんだろう。わ、割れちゃった。なんかやだ。シロちゃん、シロちゃん、シロちゃん、見て見て、これ拾ったんだ、見て。あれあれ、あ、シロちゃん、あのこれからね、本殿あげるからね、本殿開けるからね。あ、間違えた。調べる。皆さんいいですか。四つ女神様に会ってきます。オープン。じゃあ、開けるね。一緒に行く。意味が。いいんだ。前だけに行かせられない。さあ、行こう。うん。私は鍵を使って、本殿の扉を、開けた。本殿の中へ入る。ああ、怖い。怖い。めっちゃ怖い。そこは、畳の敷かれた薄暗い部屋だった。ほんとだ。普通の部屋。少し、拍子抜けしてしまった。拝殿の中の方が、寝具に囲まれていたので、よほどそれらしい。しかし、神社の奥だから。少し肌寒い。ここにクロちゃんとシロちゃんのお母さんが。私がつぶやくと、怖い。助けて、助けて、お助けて。また頭に声が聞こえてきた。今までで一番大きい。わめくような悲嘆の声ではなく、ほとんど悲鳴に近い。頭が割れるような感覚がした。目を閉じて耳を塞ぐ。その場に立っていられなくて思わず膝をついた。そして再び目を開けると、あ、怖い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 。これ押したらなんかビューって出てきそう。部屋は文字で埋め尽くされていた。悲鳴が、叫びが、苦しみが部屋いっぱいに溢れていた。助けて、行きたい、死にたくない、行きたい、行きたい、キャーオキャー。どうして私が。
ちゃんの声が、子供の声が頭の中にとどまする。もう気持ち悪い、何これ、もう。そして本殿の中心に黒いもやのようなものが現れた。あれが お母さん、あれが三つ女神。怖いよ。やっと会えた、わたしの。そして黒いもやから出た無数の手が私を掴もうとしている。あれ、これってあれはオープニングじゃない？オープニング、オープニングが来た。捕まった、そう思ったけど、なんともない。その代わり、バサッという大きな衣ずれの音がした。一瞬の出来事だった。イミゴ！イミゴは四つ目手紙に飲み込まれる。私は、だってこれ触っちゃダメって言ってたよね。でも私だったら、ごめん、助ける、イミゴ助けるよ、ごめん。これ触っちゃいけなかったかな。イミゴ！銃をかくイミゴの手を私はとっさに掴んだ。無我夢中だった。イミゴ助けなくちゃ。パシッパシーはパシーは。しかし、手を取った瞬間、イミゴの顔が恐怖に歪んだ。マイ、ダメだ。なんで？やっぱり触っちゃダメだったのかな。イミゴの顔に かけられていた布が風に吹かれたようにゆっくりと舞い上がる。スローモーションのような世界で、その顔は、落ちたくない。マイちゃん、そして瞬きをした瞬間、イミゴの姿が消え、目の前に私の姿が見えた。そのまま引きずられるように黒い影に包まれた。あ、やっぱ触っちゃダメだったんだ。もう何も見えない。あ、戻ってきた。下町？おはよう。おはよう。連休明けの学校、きついよね。ほんとほんと。ああ、私宿題終わってないや。移させてあげようか？あ、ほんとに？ラッキー。コーヒー牛乳ね。ちぇ。あ、まあいい。おはよう。肩を叩かれた少女は、ゆっくりと振り返った。うわ！うわ、目がやばい、目がやばい、目がやばい。おはよう。怖っ！なに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 、怖っ！今めっちゃ鳥肌立った。あー、怖い。なに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 、入れ替わり、入れ替わり？なになになに、舞ちゃんに四つ女神が映ったってこと？なに？イミゴに触れたら舞ちゃんが変わっちゃうってこと？が不幸になるってこと？どういうことなんだろう？終わっちゃった。終わっちゃった。ここで終わりか。これがね、私の結果というわけで、はい、皆さん、入れ替わりのエンディングいかがでしたか？最後のまえちゃん、なんか中人っぽくてかっこよかったけど、怖かった。怖かった。というわけで、次は、意味語を、手を掴まないっていう選択からスタートしていきたいと思います。では、今回も、四つ女神ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。またねー。